去年の夏の約1ヶ月のことを書くから少し長くなる。気の長い暇なやつだけ聞いてくれ。信じる信じないも読む人の自由だ。だけどこの話は俺が去年の夏確かに経験したことだ。去年の夏、姉の旦那の実家に遊びに行った。海も近いし静かないいところだった。旦那はといえば3ヶ月の単身赴任で、その夏もお盆の時に帰ってきただけだという。義父母は義兄夫婦の住む母屋は別にあり、だから俺にとっては姉とそれぞれ8歳と5歳になる姉と息子の娘だけの、いわば気楽な夏だった。ある日の夕方、廊下で姪とすれ違った。よく見ると胸に一体の見慣れない人形を抱いている。日本の抱き人形で少し色は褪せてはいるが、まだ十分遊べそうな人形だった。母屋からでも持ち出してきたのだろうか。俺は軽い気持ちで聞いてみた。けれどそれには答えずに、姪はとっとと自分の部屋に入ってしまった。いつもは素直ないい子なのに、何かいけないことを聞いただろうか。俺は夕食の後、先の気まずさを取りなそうと、またあの人形を話題にあげて褒めあげた。すると流しで洗い物をしていた姉が耳ざとく聞きとがめて、改めて娘に問いただした。一瞬しまったかなと思ったが、どこかで拾ってきたのならダニでもついていたら大変だ。罰の悪さをそう思い込むことにして、俺も姉と一緒になって問いかけた。しかし姪はガンとして口を割ろうとしない。そこへそばでテレビゲームをしていた甥が会話に入ってきた。その人形を近くの丸々神社から持ってきたものだという。ちょうどその時、お岩神社の奥の森で友達と虫を捕まえていたので、一部始終を見ていたのだと得意げに言う。そこでお岩しまったという顔をした。何でも神社の奥というのは神様が住むところだから入ってはいけないものだという。まして生き物を取るなどはということらしい。特にあの神社は地元に古くからあるものだからと姉は付け加えた。その神社は姉の家から子供の足で20分くらいの山の中にある。山の中といっても斜面を石段が続いており、中腹のあたりに神社の境内が開けている。相当古くからあるらしく、姉の義父母が子供の頃からすでにあったそうで、いつからあるのかはよく知らないということだ。何やら由緒ありげな神社だが、神主管理者は常駐しておらず、普段は町の方に住んでいるそうで、何かの行事の時にだけ上がってくるらしい。その神社、俺もここへ来た最初の日に散歩がてら散策してみた。境内の右手を入ったところに、左右と背面を坂、前面を木でできた格子で囲った幅120センチ、高さにして160センチくらいの物置みたいなものがある。格子の上部は40センチほど開いていて、そこから浜屋やうちわ、お札、しめ縄、それから人形、ぬいぐるみと、普段ゴミと一緒に捨てるにはなんとなくはばかられるようなものが入れられている。おそらくある決まった日に神主の立ち会いのもと処分されるのだろう。どうやら姪はそこからあの人形を持ち出したらしい。真摯に疎い俺も姉と顔を見合わせて、やれやれ困ったことをしてくれたと思った。すぐに神社に返さなければとは思ったが、すでに日は落ちている。田舎の夜は暗い。それに石段の上り口までは街灯もなく、車一台がやっと通れるような道だった。だから翌朝朝食を食べる前に、姉と俺、そして姪と3人で行こうということになった。その間姪は始終無言だったと記憶している。夜中、姉に割り振られた部屋で、俺は寝るでもなく起きるでもなく、うつらうつらと天井を見ていた。するとスーッと襖の開く音がした。さすがに田舎の夜の静かさの中で視観していた俺はビクッとした。襖の方を見ると小さな黒い影が立っていた。老いだった。老いは枕元で隣の部屋で話し声がする。お母さんを起こしても起きないという。妹がいないとも。姪は自分の部屋は持っていたが、夜は母親の部屋で共に寝る。その部屋に姪がいない。真夜中だぞ。俺と甥は隣の部屋、つまり姪の部屋へ様子を見に行った。
部屋の前に来て耳をそば立てると確かに話し声がする。腰にしがみつく老いが妹の名を呼んだ。途端話し声がピタリと止まった。そーっと襖を開けた。目が真っ暗な中、膝に何かを置いていた。入り口の電灯のスイッチを入れた。膝に置いていたのはあの人形だった。めいは眩しそうに半ば大けた顔をしてこっちを見ていた。俺とおいはしばし呆然と立っていたが、とにかくめいを姉の部屋に送ることにした。めいの布団をめくり、めいをその上に寝かせると、さすがに姉も目を覚ました。俺も気がつかなかったが、めいはあの人形を持っていた。その髪の毛の感触に驚嘆したのだろうと思う。姉は小さく悲鳴を上げると、めいの手から人形を取り上げると放り投げた。人形は壁に当たりボタッと落ちた。俺のいる角度から見ると落ちた人形は姉のことを睨んでいるように見えた。怪談話が好きでいろいろ聞きかじったし、あちこち突もした。だから虚実含めて大抵のことには驚かないつもりだったけど、その時は何か本当にやばいんじゃないかと思った。何か本当に良くないことが起こるんじゃないかと。正直怖かった。できれば荷物まとめて東京に帰りたいほどに。あまり寝つけないまま夜を過ごし、翌朝起きると昨夜の計画通りに俺たちは神社に向かった。例の箱の前に立ち、姉は銘を促した。意外にも銘はすんなりそれに従った。多少は抵抗するとも思ったのだが、その前で手を合わせ、社の前でまた手を合わせて俺たちは神社を後にした。その日姉は明日は姪の幼稚園でお泊まり保育があるというので、町まで新しいパジャマを買いに姪と出かけていった。俺とおいは二人でテレビゲームをして過ごした。姉が用意してくれておいた昼食を食べた後、俺たちは再びゲームに興じた。と突然2階のトイレで水を流す音がした。そのうちは1階と2階それぞれにトイレがあった。姉と姪は出かけている。おいは今目の前でゲームをしている。俺はおいをそこに残して2階に様子を見に行った。トイレのドアは少し開いていた。だが中には誰もいない。念のため他の部屋も調べてみたが、やはり誰もいない。あるいは前に入った時に水栓のコックが不完全に戻っていたか。昨夜のことがあったから妙に神経質になっている。こういう時こそ判断を誤る。まず第一に合理的、科学的に考えること。直感で物事を判断してはいけない。やがて夕方になり、姉と姪が帰ってきた。二人とも別段変わった様子はない。夕食の際、姪は妙に口数が少なく、また姉も姪も少し食欲がないみたいで、ないようだった。そのことを問うと、何でも二人とも口内炎ができていてしみるんだそうな。目の口を開けさせて見てみると、なるほど、口内に赤い血ぶくれのようなものがいくつか見受けられた。昼に何か刺激物でも食べたのかと重ねて問うと、ざるそばだという。夏の疲れが出たのだろうと姉は言うが、二人同時にとは何か釈然としないものを感じながらその日は終わった。翌朝朝食の祈りに姉の顔を見ると、首の下鎖骨のあたりに赤い斑点がいくつもあった。毛細血管が浮き上がったような小さな蜘蛛の巣のような斑紋だ。さらによく見ると袖なしのブラウスから覗く二の腕にも同じような斑紋がある。俺は結構な酒飲みで、健康診断の際にはいつも肝臓を指摘されるので知っている。蜘蛛状血管腫、血管の塊である肝臓が詰まることで血液が他の経路へバイパスするために起こる症状らしい。しかし姉は酒は一滴も飲めない。またこれまでに一度も肝炎などを指摘されたことはないはずだし、輸血をしたこともないという。姪は今朝はおとなしく食べ物を口に運んでいた。口内炎はもう引けたという。昼近くになり、しきりに体のだるさを訴える姉は姪を幼稚園に送りに出た。姉たちを玄関で見送った後、俺は甥とぶらりとその辺りへ散歩に出かけた。まだ暑い日の盛りだったが、太陽の下を雑貨屋で買ったアイスなどを頬張りながら歩いていると、まさに日本の夏休みという感じだ。
水田に広がる青い稲穂が風に揺れて涼しげだったと覚えている。何の気なしに足があの神社の方に向いた。長い石段を登り、社の前に立つと俺は小銭入れから五円玉を出し、老いにも渡して賽銭箱に入れると手を合わせた。その後、あの箱に向かった。人形がなかった。様々なものが捨てられたその一番上の置いたあの人形がどこを見てもない。俺は老いを連れて家に戻ることにした。帰ると姉はすでに戻っており、日当たりをしたと言って茶の間に横になっていた。姉の家といっても主のいない部屋を他人が勝手に覗くのも気がとがめる。俺は甥に頼んで姪の部屋を調べてもらうことにした。あの人形がないかどうかを。15分ほどで甥は戻ってきたが、おもちゃ箱から押し入れまで探したけど人形などないという。それならばそれでいい。だいたい昨日は町へ買い物、今日は幼稚園なのだから神社に行く時間などあるわけないのだ。それよりも今考えなくてはならないのは姉のことだ。俺は人形のことは考えないことにした。姉のところへ行くと自室で休んでいるよう促し、明日にでも病院に行くことを提案した。それで俺のできることは全てだった。料理も洗濯も家事は何もできないに等しい。結局その日の夕飯は甥と天夜門をつつくことになった。夕食を食べ終わるとほどなくして電話が鳴った。出ると姉の旦那だった。彼は3日おきに電話をかけることにしている。俺は一瞬姉のことを言おうか迷ったが、出先の相手に心配をかけるのも悪い。夫婦の間で必要なことなら姉自身が話すだろう。姉に代わると互いの近況報告が始まったようだ。受話器を置いて姉は再び自室に戻っていった。漏れ聞こえてきた会話の様子から自身の体のことを話した様子はないようだった。翌日朝食をとったらすぐに俺の運転で病院に行くことにした。そして診察を終えたらその足で姪を幼稚園へ迎えに行く、そんな段取りだった。しかし病院では意外と待たされた。総合病院という大きな病院はこの辺りではここしかないからだろう。最初に通された内科では結構な人が待っていた。姉は電話機のところへ行くと幼稚園にかけ事情を話し、少し迎えの時間が遅れること、それまで少し預かっていてほしい旨を伝えた。ようやく姉の名前が呼ばれ、彼女は診察室に入っていった。20分ほどで出てきたが、今度は検査室で採血とエコーだという。本当は採血から触診、心電から CT と一通りのコースになっているらしいのだが、事情を話し少し薪を入れてもらったそうだ。やはり疑われるのは肝臓だそうだ。それと何らかのアレルギー、肝臓の持病の有無と最近の食事をまず聞かれたそうだ。採血はともかくエコーは時間がかかった。念入りにということだろう。検査が終わり、薬局で何かの薬をもらうと俺たちは急いで幼稚園に向かった。検査の結果は週明けということだ。確かその日は週の中頃だったと思う。幼稚園に着き教室に入ると姪が先生に本を読んでもらいながら昼寝をしていた。姉を見て二人は立ち上がると互いに挨拶を交わし、姉は遅れたことを詫び、先生は昨日の姪の様子を報告した。その中で気になることがあった。先生が夜中見回りのため起きると姪の布団が空だったそうだ。驚いて他の先生方を起こしてトイレや他の教室を探したが見当たらない。全員青くなったそうだ。それはそうだろう。結局姪は見つかった。幼稚園の門のところに一人でぼーっと立っていたそうだ。先生はわびるとともにきっと寝ぼけてたんでしょうと笑いながら言ってはくれたが、俺には姉が眉を潜めるのが分かった。帰りの車内では姉も姪も口数が少なかった。徘徊癖でもあるのだろうかこの子は。幼い子が自立するとき一時おねしょをしたりそんな癖が出るということを何かの本で読んだことがある。同時に俺が離婚する前、実は ×1、娘がちょうど姪と同じくらいの年の時、義父が死んでちょうど四十九日になる日の夜中、やはり同じようなことがあったのを思い出した。
その時は 2DK の狭いアパートを探すまでもなかったが、娘は玄関の前に立っていた。ドアの向こうにじいじが来ていると。家に着くとおいは茶の間で寝ていた。クーラーがよく効いていて、おいはゲームのコントローラーを握ったままぐっすりと寝ていた。コントローラーを離し、タオルをかけてやろうと思い、おいのそばにかがみ込んで気がついた。その方に一筋髪の毛が張り付いていた。癖のあるおいや姪の髪の毛ではない。また薄く茶色に染めた姉の髪の毛でもない。ましてや短く刈り上げた俺のものでもない。ショートカットくらいの太い黒い太めの髪だった。それを手で払ってやるとコントローラーをしまい、タオルをかけてやるとその場に座り直し、再び姉と姪のことを考えた。再度頭をもたげてきた人形のことはなるべく考えずに。しかし考えの途中でふと思い当たることがあった。ダニやカビの中にはアレルギーを誘発したり内臓に損傷を与えるものがあることを思い出したのだ。それがあの人形に付着していたとすれば十分に考えられることだ。幸い学生時代の友人に芳香剤の開発室に勤めているやつがいた。かなり畑は違うが顕微鏡くらいはあるだろう。そいつに頼めば調べてくれるかもしれない。元から楽天的な俺は安易にそう結論付けた。しかし解せないのはなぜ口内炎を同時に患い、しかも目は一晩で収まり姉はまだ続いているのか。抵抗力の問題か。それなら子供の方が低い気がする。あるいは体質か。とにかくあの人形からサンプルを取らなくてはならない。昨日はなかったが明日もう一度よく探してみようと思った。まずは来週の検査の結果を待って、必要ならば友人にそれを送ろう。雑貨屋で軍手とピンセットも買った方がいいかもしれない。その日俺と姉は昼飯も食っていなかったが、もう日は傾いていた。姉はだるそうであったが、強いて子供たちのために夕食を作った。この余計もののためにも肩身の狭い思いがしたが、今はこの親子のそばにいた方がいい気もする。そして検査の結果次第では義兄にも話を通した方がいいかもしれない。そこまで考えて俺ははたと気がついた。大母屋はどうした。まず姉の義父母義兄たちに相談すればいいではないか。その晩なぜか甥が一人で寝るのを非常に嫌がって、結局俺の部屋で一緒に寝ることになった。俺にあてがわれた部屋は2階の真ん中の部屋。2階にはこの部屋の両脇に一つは半ば何度代わりに使われている4畳半くらいの部屋が一番奥に、もう一つは義兄が書斎として使っている部屋が階段寄りにある。甥と姪の部屋、それから姉夫婦と姪の寝室は1階にある。建て売りではない。設計士が義兄と相談しながら図面を引き、地元の大工が建てた割合としっかりした作りの家だ。建ててまだ10年しか経っていない。その家がわずかにだが揺れ出した。地震。小さいが確かに揺れている。まだ起きていた甥が布団から飛び出してしがみついてきた。結構長く揺れが続いたような気がしたが、実際には10秒くらいではなかったろうか。俺もあの地の底のうなりのような地震というものは嫌いだ。揺れが完全に収まると俺はまた一昨日の夜と同じように甥を腰にまとわりつかせて開花に姉たちの様子を見に行った。部屋の前に立ち襖を軽く叩いた。応答はない。そっと開けてみると姉も姪も寝ていた。小さくはあったがかなり小刻みに揺れていたはずだ。二人ともよほど疲れているのか眠りが深いのか。襖を閉めて茶の間に入るとカーテンを開けて母屋の様子を伺った。この家と母屋の位置関係は互いの家が見えにくかったが、電灯はついていないようだ。念のため窓を開け庭に降りてみた。やはり誰も起き出してきてはないようだ。もっとも震度2程度なら気がつかなくても無理ないか。でも毎年この時期になると毎年東海沖地震がささやかれる中、静岡に住んでいるならもう少しデリケートであってほしいとも思う。振り返って家の方を見る。甥が窓際でこちらを見てる。逆光で表情は見えない。茶の間に戻り甥を2階に促す。瞬きが妙に少ない。まだ怯えていた甥も俺も。
途端に東京に帰りたくなった。娘と二人の息子に会いたくなった。甥と二人再び布団の上に横になった。昼間のことがまだ頭の中に残っていて、念のため甥に聞いてみた。あの人形のこと何か知らないか、あるいはあの人形どこかに移動しなかったか。甥を疑っているわけではなかった。ただ念のため、昼間頬にあの髪の毛が張り付いていたのが気になっていたから。あるいは人形の件は甥のたちの悪いいたずらか。みんなが、いやこの時点では俺と甥だけだったか、疑心暗鬼になっていた気がした。甥は知らないと言った。あの人形には触りたくないと思う。俺も同感だよ。翌日俺は神社に行った。かなり探したがやはり人形はなかった。あるいは猫が加えて縁の下にでも持ち込んだか。そこまで探した。真の山中、つまり漢字出てこない、この下にもあったのかどうか、そこまで確かめる余裕はなかった。ただ帰り際に古びた板に書かれたこの神社の祭神を読んだ。読めない。それともう一つ、読みが全くわからん。毒蛇木神尊ぶ毒蛇鬼神の御事。この読みがわからないため俺たちは結局苦労した。肝心の人形が見つからず俺は途方に暮れた。しかし何もあの人形でなくても同じ場所にあったものなら同じものが付着しているかもしれない。名がどのあたりからあの人形を引っ張り出したのかは知らないが、とりあえず俺は箱の中に積まれているものから上層部から一点、中頃から一点、それと下の方に格子からはみ出ている浜屋の羽に黒いシミがあったものだから、ついでにそれも計3点、それぞれの一部を切り取ってケースの中に収めた。その日神社から帰った後、俺は母屋に行った。姉の様子を少し伝えておいた方がいいと思ったからだ。ついでにあの神社の管理者、あるいは神主の住所も尋ねてみようと思ったが、説明するのが難しい。結局その日は聞かずにおいた。この家でスイカをごちそうになった。身の黄色い小玉の、スイカだった。種が少なくよく冷えていて非常に美味だった。姉にとっては義理の姉にあたる。小柄だが気さくな奥さんが、うちではまだスイカを井戸で冷やしていると半ば自嘲気味に、半ばは自慢げに言っていた。そう、この敷地には井戸があった。この地方は海が近いが、わさびの名産地でも知られる水のきれいなところでもある。そして水を大切にするところだ。その井戸の傍らに木でできた小さな祠、稲荷のようなものがある。毎年その前には白米、菓子などを備えるのがこの家の決まり事だ。何を祀っているのかまだはっきりとは聞いたことがないが、水を祀る神様だという。昔この地方を悪い疫病が襲い、多数の死者が出たらしい。手を尽くした挙句、原因は水からとなったらしい。それからだそうだ。どの家でも井戸の傍らに祠を置くようになったのは、母屋を辞して姉の家に戻った頃はもう昼時になっていた。ただそれがどれくらい昔なのかはわからない。そうめんのつゆを垂らすなと姉が銘を叱っている。姉の顔に以前にはない剣があるようだ。母屋の奥さんの朗らかな顔を思い出しながらそう思った。午後は母屋に行くつもりだった。この時点で俺は神秘主義に陥っているつもりはなかった。ただなんとなくあの神社の祭神に興味を惹かれたからだ。日本の神々、似たような本は何冊かあった。どれも佐能の御事、櫛田姫の御事の名はあるのだが、毒蛇鬼神尊の名はどの本にも見当たらなかった。姉の家にはパソコンがない。仕方なくあらかじめ状況をかいつまんで知らせておいた。先の友人にネットで検索してもらうことにした。佐能の御事、本人はもともと出雲の地方神だったらしいが、インドの祇園信仰と融合することで全国に祀られるようになったらしいと書かれている。説明は省くが、小津天皇と同一と見られることが多いそうだ。八坂神社、氷川神社に祀られる。ご利益は最悪、疫病を除くと書いてあった。櫛田姫の方は古事記では有名な櫛田姫、日本書紀では紀伊灘姫と書くらしい。佐能の御事の妻、有名な
ヤマタノオロチ退治のヒロイン、流し目ストーリー、稲水田の神様、佐能の御事が祀られている神社には大抵一緒に祀られているらしい。他にもいろいろ書いてあったがよくわからんし退屈だ。本を枕に寝てしまった。目を覚ますともう日が暮れかけていた。またかと憂鬱になる。最近夜になるのが怖いような気がするのは俺だけだろうか。とりあえず飯を食わせてもらい開花に降りる。姉は相変わらず、辛そうだったが皿を並べている。老いがそれを手伝っていた。俺も手を貸そうとしたところポケットの中の携帯が鳴った。東京の友人からだ。俺は通話にして庭に降りた。彼の話を要約すると、毒邪気神尊の言葉にヒットするサイトは5件にも満たなかったそうだ。しかしこの同じ静岡県にあの神社と全く同じ山中を祀る神社があるそうだ。ただそちらの方は神主も常駐しており、由緒も正しい、なかなかに大きな神社らしい。関係者に迷惑がかかるのでこれ以上のことは書けない。どうも御図伝ノート、パリサイ祭場とかの間の子、八王子のうちの誰か、あるいはその子孫の誰かのことを指すらしい。何の神なのか、何と読むのか、それ以上詳しいことはその時わからなかった。礼を言って携帯を切った。家の方へ振り向くと窓が開けっぱなしだったことに気がついた。うっかりしていた。蚊が入ってくる。俺は家の中に入り窓を閉めた。その晩もおいは枕を抱いて俺の部屋に入ってきた。だが昨晩よりもいくらか表情が和らいでいたので俺も少しは緊張が解けた。同時に姪も姉と共にやってきた。さすがに姉も気になるんだろう。もしもうつる病気なら困るからしばらく俺の部屋で寝かせてほしいと。それならば姉が作った料理を毎日食べ、同じコップで水を飲んでいる俺たちにとっては科学的にはあまり説得力のない提案だとは思ったが、ここは姉の言葉に従った。今ならわかる。当時離婚したばかりの俺は小さな頼りない命に飢えていた。誰かを全力で守りたかった。老いが姪の布団を抱えて上がってきた。老いにとってはキャンプな気分だったのかもしれない。この二人に限らず親類の子供たちに会うたびに具にもつかない怪談話をして怖がらせては面白がっていた俺だった。だがこの時はそんな気分でもなかったし、またそんな雰囲気でもなかった。で俺はスサノオのオロチ退治の話をしてやることにした。今日買った本の内容を子供向きにして、今から思うと子供には十分怖いが、最初に老いが寝た。目の方にはまだ目がさえさえとじっと天井を見ていた。次に寝てしまったのは俺らしい。夜中顔にサバサバと顔に何かが当たる感じがしてくすぐったくて目を覚ました。こじ開けるようにしてまぶたを持ち上げた。目の前、顔のすぐ近くにあの人形の顔があった。頬に人形の髪の毛が当たっている。人形の肩のあたりに小さな指が見える。悲鳴を上げるのは生涯後にも先にもこの時だけのために取っておいたのに。人形の顔のそのまた背後に目の顔が見える。目が人形を捧げ持ち俺に向けて何かを喋っていた。人形に俺を紹介してるのか。体が動かなかった。目玉だけがただギョロギョロと自由に動かせた。声も出なかった。悲鳴を上げるのは生涯後にも先にもこの時だけのために取っておいたのに。ここで当時の俺の状況を説明しておく。姉の家に居候していた時、俺は離婚を機にそれまで15年勤めていた会社を辞めていた。結婚と同じように離婚もまた体力と精神力を消耗する。しかも結婚は2人の共同作業だが、離婚は1人の戦いになる。疲れていた、心身ともに。退職金は丸々元の妻に渡したが、失業手当は3ヶ月は出るのだし、前に来てこの町の風景が気に入っていたから少し静養するつもりだった。もちろん3ヶ月まるまるここに居座るつもりはなかったが、ちょうど旦那が単身赴任、姉夫婦にとっても悪い話ではなかった。いわゆる番犬代わりだ。断っておくが、俺は腕に自信はない。非戦闘民族だ。オカルトは好きだが呪文なの知らない。そして疲れてもいた。この状況下で俺に何ができただろう。全てが見間違い、勘違いの世界ではなかったか。今他人と変わりない日常を送っている俺はそう思う。あれは本当に現実のことだったのか。だからこうして書く。一つ一つ当時のことを思い出しながら。
話をその晩に戻す。人形は俺の顔の前にあった。俺は金縛りにあったように動けない。今まで金縛りって現象に出会ったことは何度かあった。だけどまぶたを閉じることもできない。そんな金縛りは初めてだった。それに銘がつぶやいている。この言葉は何語だ。元より西洋圏の言葉でないのはわかる。でも中国、韓国、そんな言葉でもない。強いて言えばやはり日本語か。もう少し日本語勉強しとくべきだった。庶民って言葉みんな知ってるか。当時の俺は全く知らなかった。結局そのまま人形とにらめっこをしているわけにもいかず、俺はいつしか寝てしまったようだ。まぶたが閉じれたところまでは覚えている。朝起きると俺と姪の布団の間にその人形が置かれてあった。その時改めてくだらないことに気がついた。人形っていつ寝るのだろうか。隣に寝ている姪もまた目を開けてじっと天井を見ていた。この子は昨夜寝たんだろうか。昨夜のことが夢か現実なのかよくわからないまま老いを起こし、三人で階下に降りた。いつものように朝食ができていた。姉は首の下、二の腕に以前あの斑紋はあったが、今朝は心なしか気分がいいように見えた。そしてそれに姪があの人形を抱いているところにも何も言わなかった。むしろ老いの方があの人形を部屋に置いてくるようにしつこく妹に言っていた。食事の後、老いがやってきて俺の耳元で囁いた。昨夜の夜は怖かったでしょと。見ていたらしい、昨夜のことを。そこで俺は改めてあれが夢ではなかったと思うとともに、あの人形がどうして再びこの家に来たのかを思った。あの神社に人形を戻しに行った日から明和神社に行く時間などない。死で言えば昨日俺が本屋に行った時か。だが明も姉も出かけた様子はなかったが、俺はその時間学校のプールに行っていて知らないという。明が人形を抱いて玄関を出るのが見えた。どこへ行くのかと思えば母屋へ行ったらしい。この家、母屋と反対側に玄関がある。つまり通りに面してそれぞれに玄関があるわけだ。通りに出ても互いに行き来はできるが、普段は庭を突っ切って互いの茶の間から出入りしている。だから明がわざわざ通りに出るのを見て回りくどいことだと思った。その明が今度は母屋の茶の間から出てきて、祖父の彼女から見て手を引いて庭に降りてくるのが見えた。どうやら蔵に入るらしい。人形のことは一時忘れて俺は好奇心に駆られた。あの薄茶の土壁の蔵、俺も前々から興味を持っていたが、まだ入ったことはなかった。俺は早速老いを誘って庭に降りた。蔵には普段は黒くてごつい鍵がかけられているのだが、思った通りその時は外されて扉は開け放たれていた。俺は中にいる老人に軽く会釈をすると老いとともに中に入った。何を出すのかと俺は聞いた。手伝いますとも。老人の話ではそんなに大層なものではないらしい。これくらいのと言って彼は胸の前に手を広げてみせた。小さな木の箱らしい。目の方を見ながらどこにしまったか覚えとらんぞというようなことを言って、またそこいらを探し始めた。おいが妹に何を探せているのかと聞いた。目が答える。庶民小来府小津天皇祭文。何語だそれ。ごず天皇は分かったが、後の言葉は分からなかった。だが姪はかなり明瞭にその言葉を言った。そしておいもまた、じいちゃんあれ蔵に入れてるのか、罰当たるぞ、そんな意味のことを言った。じいさま答えて古いやつはな。蔵には他にも鎧やら長持ちやら興味を引きそうなものがいろいろあったが、その聞き慣れない言葉に幾分かの肌寒さとともに俺の耳は釘付けになった。庶民小来府、こういう字を書くそうだ。俺にとってはその言葉は聞くのも初めてだったし、その実物を見るのも初めてだった。それを収めた箱にはいくつもあった。いずれも中に収めた小来府は大きさもまちまちだった。ただ形は断面が六角形であり、先が尖って何かちびた鉛筆のようだった。その鉛筆の腹には絵と文字が書いてある。中には飴色をしたものもあり、その色からして相当古そうなものもある。ごず天皇祭文。こちらの方は将来府の縁起を記したもの。ごず天皇、今は佐能の命と同一視されることが多い。庶民に矛の方を渡し、我は佐能の御事なり、そう言って去っていった風来坊。
いずれも信濃、今の長野県の国分寺が有名なので、ググればすぐ見つかるから、興味がある方は聞いてみるといいだろう。効能は災難を取り除く。国分寺では毎年1月の7日と8日にその御符が配布されるそうだ。ただし表面に書かれた言葉によって多少その意味は違うそうだ。小難しい話は少し置く。実際当時友人めんどくさいから以後メタギアのオタコにするな実際によく似てるからの情報ではあまりに聞き慣れない漢字が多くその場ではよく理解できなかった。ただなぜ名がそのものを欲しがったのか、それはじいさまの次の言葉でガテンが言った。母さん早く良くなるといいなと。なるほど、疫病にとらわれていたが病全般に効くものだろ、効くものものだろこの将来符とやらは。翌日は病院へ姉の検査の結果を聞きに行く。名はその将来符のうち手のひらに収まるくらいの一番小さいものを手に取るとそれを人形の帯に挟み込んだ。人形の不思議さがまた一段増した気がした。聞いたところでは本来は将来符というのは家の中神棚や鴨居の上に並べ立てて置くものだそうだけれど、そのうちでは何年か前の静岡に地震が頻発した際に落ちてきて太い鉛筆のような尖った先端がじいさまの頭を直撃したそうで、以来箱に収めて蔵に入れたそうである。材質は主に柳だそうだが、他に桐やタラも使うそうだ。いずれ大きなやつならば結構重かろう。蔵を実すと俺は老いを連れて姉の家に戻った。姪の方は母屋の子供と遊ぶといい、じいさまと母屋に向かった。途中井戸の横を通り過ぎる。祠にその日は桃が備えられていた。昨日は何だっただろうか。家に戻ると姉が今しがた地震があったという。結構揺れたと。確かに蔵というものは堅牢な作りのものだというが、それにしても中には細々としたものがいくらも積まれてあって、それが語りともしなかった。さっきの夜のことがあったから老いの口は開けたままになった。やなり、そのほとんどは排水溝や近くを走る高速道路などの振動がある特定の場所に伝わるもの、つまり一種の共鳴現象だ。だがそうとも言えない。とても共鳴とは言えないほどの揺れを体験した人もいるという。日本にも外国にも。やなりとは違うか、昔山に行った時、麓の河原のそばで一泊した。俺たち以外に野営している者は付近にはいなかった。近くに古びた神社があった。勘抜きが差し込んであるだけだったので、面白半分に友人と忍び込んだ。しばらくして岸壁の左右後ろをものすごい勢いで叩かれた。地震なのか獣でも壁に突っ込んだのか今もってわからぬ。とにかく俺は部屋に戻ると机の上に念のために水を入れたコップを置いた。その時にできることがあればとりあえずやってみる主義だ。1時間ほどして名が戻ってきた。スーパーの袋に母屋から桃をもらったといくつか入れて帰ってきた。多分祠に備えてあったものと同じ桃だろう。なぜか名は夕食を前にしてそれを向けとせがんだ。よく冷えた桃だったが一つだけぬるいのがあった。祠に備えてあったものだろうか。その晩コップの水に波紋は出なかった。今日も俺の部屋で寝ると老いと名は始終興味深げにコップの表面を眺めていた。めいは今日は人形を持ってこなかった。部屋に置いてきたという。翌日姉とめいを連れて病院に向かった。病院というところは意外と病気をもらうところで、姉はめいを連れて行くのは嫌がったが、なぜか俺は目を離すのが不安で強いて連れて行くことにした。おいは母屋に預けた。なんとなく誰かをこのうちに一人で残しておくのが不安だった。検査の結果を説明された。この時は俺も一緒に病室に入った。目は待合室に残したが、医者の説明では確かに肝臓が少し腫れているようだという。しかし血液検査では何も見受けられなかったと思う。当時のその時点では肝炎もなく、しかし急激な発症例からすると肝球中症、肝ジストマ症が考えられるという。胆管に寄生する寄生虫らしい。即検査入院を勧められたが事情を話して明日にしてもらった。今となってはその判断は後悔している。家に戻り、明日の入院の用意をしているとき、姉はいきなり倒れた。俺は救急車を呼び、甥を母屋に走らせた。二系が到着したのはその晩も更けようとしている頃だった。二系はすでに病院に立ち寄ってきたそうだ。担当医はいなかったが、看護師の話では、便検査が必要とのこと。便採取は姉が倒れていた間に済ませており、明後日には結果が出るとのこと。
そして今は命にうんぬんという状態ではなく比較的落ち着いているとのこと。それを聞いて DK はとりあえず家に戻ったわけだ。一通り話が一段落した後、俺はあの神社のことを彼に聞きたくなった。場合が場合だから、俺の思ったことをそのまま聞いたならば、こんな時に何をバカなことをと一喝されるのは分かっていたから、なるべく婉曲に世間話に織り交ぜて。それでも不快かとも思ったが、意外にも義兄は話に乗ってきた。以下義兄の話。あの神社の奥、一般に神の場所とされているところに井戸があるそうだ。人はその水は飲むことができない、いわゆる神の水ということらしい。その井戸のそばで理系の同級生、当時小学校5年生くらいだったらしいが、猫を捨てたそうだ。捨てたというよりも箱に入れてそこで育てるつもりだったらしい。その同級生は仲の良かった理系にそのことをそっと耳打ちしたらしい。理系も 2,3 日のうちにはその猫を見に行くつもりだったらしい。猫に関連する話。その話、当時の地方新聞にも書かれたことなのであまり詳しくは書けない。ただ義兄はその日もその同級生から猫に餌をやりにあの神社に行くことは知っていたそうだ。だけどその同級生はその日家に戻らなかったそうだ。当然男子行方不明、学校でも朝礼でその話が出たし新聞にも載った。両親もいずれは見つかると思うだろう。ずいぶん長い間その土地に住んでいたらしいけど、やがて諦めたのか他の土地に引っ越したらしい。で、猫のことだが、箱に入れられた猫は首が切断された状態で箱に収まっていたそうだ。もっとも猫の件は新聞ネタなのかクラスの怪談ネタなのかははっきりしないが、だから義兄に言わせると、あの場所は人が入ってはいけない場所だそうな。そう言われると余計に入ってみたくなる俺の性分。ここで病院の話に出た緩急注射について雑学程度だが少し書いておきたい。この寄生虫、まずタニシなどの貝に寄生するそうだ。そしてその貝を食べた鯉やフナなどを加熱せずに食べると、人間を宿主として胆管にとどまる。潜伏期間は6から8週間くらいだそうで、発症しても初期の頃は自覚症状がないことが多いそうだ。ただし、重度になると死亡するケースもある。日本ではあまり例がない病気だが、韓国から中国、マレーシア、カンボジアと中央東南アジア圏によく見られるらしい。8週間前といえば俺が来る前のことだが、しかし海外に旅行したとは聞かないし。食べ物にしても姉は元来生物をあまり口にしない方で、ましてや川魚のアライなどは食べないだろう。子供の頃父方の実家に行くとよく鯉を出してくれた。交通の便が悪い山の中のことだったから、せめてもの需要ごちそうだったのだろう。だが姉は生臭い泥臭いと言ってガンとして食べなかった。義兄がシャワーを浴びるため話は一時中断した。浴室に向かう前に2階に上がったようだ。書斎に荷物を置きに行ったのと、今日も俺の部屋で寝ている子供たちの様子を見に行ったのだろう。その夜、妙なところからあの人形の出どころが分かった。あの人形はおそらくは捨てたものではないそうだよ。あの人形の所有者はあの神社のはずだと。義兄はシャワーから浴びるとビールを出して再び話し始めた。今度は俺が尋ねるというより、彼が俺に畳みかけるといった感じだ。名の枕元にあった人形を見た義兄は、まずあの人形はどうしたのかと聞いた。俺が答えるより早く、彼はあの人形を見たことがあると言った。子供の失踪というのは、身代金の要求とか表沙汰になるもの以外にも結構あるそうだ。実数は俺は把握できてはないが。青年の場合ならば家で、駆け落ちがかなりの割合である。だがそれが比較的低年齢、小学生ぐらいの場合には、親警察等がまず考えるのは事故だ。義兄の同級生が失踪した当時、まずそばにあった井戸が調べられた。神主の立ち会いのもとで、次に拝殿、社の中だ。同時にその時同級生が社の奥で猫を飼っていることを知っていたのはおそらく義兄だけだったのだろうから、当然彼も重要な参考人として警察官と共にその場に同行していた。その時に見たそうだ、社の中を。中央に銅鏡のようなものがあって、その前に黄色い稲の穂のようなものがあったそうだ。そしてそのさらに奥、左手に一番低い台というか棚のようなものがあったそうだ。その棚に20体ばかりの人形が飾ってあったそうである。顔の作りはまちまちで、中には、おかっぱ頭の男の子の人形もある。
しかしいずれも着物を着ていて、今にして思えばなんとなくだが昭和の初期か大正くらいのものではなかったか、そう言っていた。確かにあの人形も俺の祖母の家にあったものと同じ大正時代か昭和の初期の作。顔は少し扁平だが何やら気品のある顔立ち、作りも今の人形より精巧なような気がする。もちろん俺はそのあたりのことは素人なのだが、後で知ったことだが、人形というのは着物をめくると腹の部分にその作者の名前が書いてあることが多いそうな。それを知っていれば、あるいは何かの手がかりにはなったのかもしれない。時系の話に戻す。あの人形、顔の作りも着物の柄もあの時の棚の一番上の端にあった人形によく似てると。時系の年齢から考えると、当時の件は昭和の40年代も半ばのことだろう。当時の日本の農村にはまだ小壺なんてものが当然あった。あれ深さが2メートル近くあって結構深いんだ。大抵は木の蓋がしてあるのだが、中には蓋もしてなく表面がカバカバ乾いていて、周りの地面と区別がつかなかったりする。だから神社からその子の家までの経路、そんなところにも捜査が加えられた。しかしその子の行方は頑として知れなかった。よく覚えてくれていたと思う、当時のことを。一員として理系は俺と同じメモマだったから、一方はそれを武器にして出世したが、また一方はそれが仇となり離婚退職俺様した。話の本筋とは違う俺の愚痴。止まれ、話は人形に戻る。その社の人形を見たとき、神主が大雑把に説明してくれたそうだ、その人形の由来を。神主の話によると、大正の終わり頃、先代の神主の時にこの村でコレラが流行ったそうである。現代の日本とは発生も稀だし、症状も軽くに抑えられるが、当時村と呼ばれていたこの地域の医療技術や衛生観念がどの程度のものだったのか。体力のある壮健な男女は治癒したそうだが、結果的に幼い子供や老人にかなりの死者が出たそうである。1ヶ月ほどで流行りは下火となったが、その盛りの時に先代神主が疫病最悪除けをかの神社に祈願したそうである。村中総出とのことで、歩ける村人は皆集まったらしい。その時にすでに亡くなってしまった子供らの人形も供養して神社に納めることになったらしい。つまりその人形たちはその時に亡くなった全ての子供らの依り代みたいなものかもしれなかった。その人形を名は持ち出してきたのだ。結局その時の原因は井戸からと後になって分かったらしい。どこの家でも井戸に蓋がされ使われなくなり、代わりに脇に祠が建てられた。水質検査をして使用できるようになったのは戦後のことらしい。その夜、名の枕元にある人形を見ながら寝床で考えた。でもなぜ小ライフなんだ。名なりの供養の仕方なのか。翌日昼近くになって、俺たちは車で病院へ向かった。今日は老いと名も一緒だ。病室に入っていくと、姉は半身を起こして出迎えてくれた。まず子供たちが駆け寄っていく。姉は義兄の顔を見ると少し驚いた顔をしたが、嬉しそうだった。久しぶりの親子4人の対面。俺は姉に入院時の足りないものを聞くと売店に降りていった。姉に言われたものを買うと、この売店には本屋もあることに気がついた。少し時間を潰そうと思った。なるほど、病院には子供から老人まで様々な人が入院している。絵本から盆栽の本まで小さいスペースながら様々なジャンルがあった。店内を物色しているうちに、ふと一冊の小紙に目が入った。おそらく自費出版に近いものだろう。早朝も、ただの厚紙にタイトルの〇〇市郷土民族史と印刷されただけのものだった。著者の欄には〇〇会とあった。その本を持ってレジに向かった。病室に戻ると、姉に売店の袋を渡し、いくつかの会話をした後、あとは義兄に任すことにして、俺は病室を出た。今日はこれから昨夜聞いた神社の奥の井戸に行くつもりだった。暗くならないうちに。バス停に向かう、道々俺は姉のことを考えた。今日は比較的楽そうだったが、赤い斑紋が増えている気がした。雲状血管腫と呼ばれている。それは別名メデューサの首とも言われている。車中では先ほど買った本を流し読みする。やはり昨日聞いたこれらの記述はなかった。市の中では小さい町だ、あの地域は。だがそれよりも目を引く記述があった。天保年間後期、あの地域を、天然痘が襲ったそうだ。最悪は隣の村から来て、あの村に住み着いた。死者の数限りなく、一日に棺桶がいくつも寺に運ばれる。しまいには棺が間に合わず、遺体をむき出しのまま瓦で焼いたそうである。刺繍と線香の匂いが入り混じり、犬もいなくなったそうだ。
同時に林村からは締め出され、村は完全な孤立状態になった。天然痘の不思議なところは、10人のうち4人は病に陥り命を落とす。4人は、患いはするが何とか命は助かる。そして残る2人は患いもしないというところがある。生まれつき抗体を持っているのか。その時の詳しい記録はあの地域で最も古い寺に書いてあると、あの地域で最も古い寺にあると書いてあった。そこまで読んで俺は思った。あの神社、もしかしてその時に建てられたものじゃないかと。バスを降りると俺は荷物を取りに一度姉の家に戻った。ラジオ付きの非常用懐中電灯、孤独ナイフ、オフロードバイク用の革手袋、そして5メーターと10メーターの細引き2本、針金とラジオペンチ、タッパーとマグカップ。それが俺のフィールドワークの基本だ。まだ日は高い。だが少し早足で神社に向かう。夏休みであるはずなのに、この神社には大抵子供は遊んでない。神社の横を通り、さらにその奥、裏手の森に入っていく。井戸はその中にひっそりとあった。屋根も鶴瓶も桶もない。まさに神だけの井戸という感じだった。井戸そのものはコンクリでもレンガでもない。自然石を組み上げたもの。ある程度の時間は経っているだろう。周りには苔が生えていた。周りは畳6畳ほど開けていて、地面には丸い石が敷き詰められている。俺はそっと近づいていき、中を覗いてみる。ほんの 4,5 メートル先で光は届かない。昼間だというのに森の中は薄暗い。懐中電灯で中を照らしてみる。ずっと下に、あれは水面か、明かりに照らされ反射している。ここで下から髪を振り乱した女が壁をよじ登ってきたら、俺は泡を吹いて気を失うだろうと、どこかの映画のワンシーンを思い浮かべた。その辺りに落ちている石を拾ってみる。頭上に差し上げ真下に落とす。高さ約2メーター。下に落ちるまで約20フレーム。その石を今度は井戸の中に落としてみる。1、2、3と数えて約 12.12、3メーターか。中に入る気はさらさらないが、しかしポチャンと音がした。水はある。井戸の中を覗いているうちに、なんだか鼻の奥がツンとなった。いわゆるスポット巡りをしている時にたまに起こる俺の習慣。多分干渉だったのだろう。この神社が俺の想像通りその時建てられたものなら、何のためにこの井戸が掘られたのか。あの時無事治癒し、何とか命を拾ったものも結果的には村から追われたそうだ。わずかばかりの食料を与えられ、山の奥に追われたそうだ。つまりは死ねということだ。闘魂が残り失明する者がいた。醜い姿になった彼らは再び村に災厄を呼ぶと言ってね、抗体を持ち再び、闘争に、煩うことはない彼らを。だが天然痘は完全に世界から駆逐され、文明と技術の恩恵に溺れている俺たちは彼らの無知を笑う権利はない。帰る時に改めて気がついた。俺が来た左側とは反対に、左側にも誰かが歩いた跡がある。誰が最近この井戸を覗いたのか。これは告発ではないよ、全然。その村の歴史、今自分たちが住んでいる町、100年、わずか100年前はどうだったのか、少し調べてみるといい。無駄なことはすべて省く。す、と、ん、およそ200文字。やはりそれで終わらせたい。先を急いでいる人がいるし、俺も少し疲れた。やはりあの時のことを思い起こすのは少ししんどい。結果的に言うならば、姉は死んだ、そして姪も。はっきり言ってあの家族は崩壊した。残ったのは甥と彼の弟だけである。